さあ行きます、 NHK をぶっ壊す、我々の活動というのはもちろん NHK にお金を払わない人をお守りするというところで、まあ、今週もおとといですね、国会の総務委員会の理事会というところで、これ公開されていません。議事録も取らないしテレビとかも中継されないものです。総務委員会の理事会というものに斉藤健一郎参議院議員が出席をして NHK に対しての意見、また意見交換を交わしております。でここで言われたことがですね、稲葉会長に言われたことがすごく、まあ、今我々の間では、まあ、衝撃を与えているというか、何を今の稲葉 NHK 会長がおっしゃったかというと、我々がね NHK から国民を守る党に党名変えましたって言ったところ、なんと NHK を守る党にしていただけませんかと、 NHK を守る党という名前で政治をしていただけないでしょうかということを NHK の稲葉会長に言われました。それほどまでに今の NHK は危ない状態に来ているということです。もちろんこれ国民の皆さんがですね、 NHK がおかしいということに気づいて、我々 NHK から国民を守ると応援していただいたり、皆さんが知識をつけて NHK の受信料を不払いされたりということの賜物だと思います。本当に NHK が今本当に危険な状態、会長自らが NHK から国民を守る党の国会議員に対して NHK を守る党に名前を変えていただけませんか、つまり NHK がもう潰れそうになっているっていう、そういったことを今 NHK の会長が言っているという状況です。もう来月9月末をもって NHK の訪問集金、個別訪問止まります、なくなります。これすごいことですよ。やっぱり NHK の受信料っていうのは NHK の集金人が来てピンポン鳴らして NHK です受信料くださいっていうのがもう原点でしょ。僕が NHK に入った頃はまだ現金で集金回ってましたよ。口座から引き落とす人がまだ半分いるかいないかっていう時代でした。それがもう集金をやめ、そしてついには来月個別訪問をやめる、もう宣言してます。国会でも約束しています。もう NHK の営業センターどんどん減っていってます。この千葉県もおそらく今もう船橋営業センターもなくなりました。千葉県は千葉市とあと浦和の方に、浦安かに一つ営業センターが残っています。で先週確認すると埼玉県の方はもう営業センターが2つなくなっていて、浦和放送局のみが受付窓口になっていると、まあ、これ何を意味しているかというと、もう本当に集金業務はしないということを NHK 側がまあ宣言をしているし、現にそういった業務体制になっていっています。さあそこで受信料って集金人が来るから払うって人いっぱいいると思いますよ。むしろそっちの方が多いと思います。手紙が届いた、 NHK からの封筒が届いた、契約しなきゃいけませんとかっていうので契約する人ってほとんどいないと思いますよ。特に情弱と言われる人は人から説明を受けて誰かと対面して署名して住所や名前を書いて印鑑をして、場合によっては口座情報を教える、そんなテレビがあるだけで契約しなきゃいけませんって封筒が来て真面目に契約して支払いする人ってほとんどいないと思います。まあ、つまり我々はまだ NHK の令和5年の受信料の収納の状況について情報がありません。しかし NHK の会長は本年度のもう4月5月6月7月末の受信料収入や契約件数を把握してるんですね。今年の3月 NHK の経営計画10万件しか減らないです。4000万件のうちの今年度だけで10万件しか減らないっていう見込みを出して予算出してます。10万件なんてありえないですよ。おそらくその稲葉会長の NHK を守る党にしてくれっていう発言からも分かる通り、かなり壊滅的な数字になっているのではないかと思います。もう一度言いますが、新規の契約取れないでしょ、集金人がいないから。10月から集金人来なくなります。そして僕が今ね会社でやってますけども、チューナーレステレビ、これ僕の会社だけじゃなくていろんな会社が NHK と契約しなくていいモニターというかアンドロイドテレビを発売していってます。
そういったものもどんどん普及してですね、今の一人暮らしを始める学生さんや若者たちはいわゆるテレビというものは起きません。ですから NHK の収入っていうのはもともと値下げっていうのも3年前に決めたために、今年度の収入っていうのは本当に壊滅的な受信料収入になるだろうと見込まれます。でそんな中で我々はこの集金人が止まる活動をしてきました。もう3年前の3月にこの千葉県の船橋市にある前 NHK の会長の前田会長の自宅に行って、夜の8時ぐらいに行ったんですよ。何しに行ったかっていうと、委任状を届けに行きました。 NHK との契約をしている人で受信料を払いたくない人が司法書士さんに委任いただく、その司法書士さんの委任状を NHK の渋谷放送センターの人間が受け取らないから、わざわざ会長の家に持って行ったんです。その時に初めて前田会長はこんな時間に NHK が個別訪問してることを知ったんです。みずほ銀行の偉いさんをずっとしてきた人が NHK の実態知らない、夜の8時ぐらいに奥さん1人しかいないところに船橋のちょっとね閑静な住宅街でピンポンってやったら、嫁が怖がるから、妻が怖がるから、こんな夜に訪問するのやめてくださいって僕に1枚手紙くれたんですよ。それに対していやいや NHK さん夜の11時まで訪問してるんですよって教えてあげたんです。そうすると前田前会長は訪問やめます、3年間の契約があるので、業者との契約があるので3年後には訪問やめます。我々がそうやって NHK の会長の自宅まで訪問してやってるからこういう結果になってると思います。で今回も NHK に同じように NHK から請求書が来てお困りの方の委任状を送ると言っても、 NHK 側は担当者の名前も出さない、電話番号も出さない、弁護士から質問してるんですよ。国会担当者の窓口を経由して言っている、メールアドレス1本だけ出してきて、ご質問はこちらに、弁護士先生以外からの質問はお答えしません、このメールアドレスや手紙は弁護士さん以外に見せないでくださいっていう手紙をつけてきた。それを一昨日会長に見せた、そもそもそんな手紙に従うことなく、また今の稲葉会長の板橋区の自宅に1万件約1万件の委任書を送りました。稲葉会長ちょっと迷惑ではあるけども困ってたというか実態を知ったんですよ。NHK の営業センターっていうのはこれまで NHK の会長にも内緒でいっぱい悪いことをしてきたんですよね。でついに我々がそれを営業じゃなくて会長の方に直接届けるようになったから変わってきてるということです。もう司法書士さんだけじゃなくて弁護士も味方してくれてます。もう NHK は逃げまくってます。国会では NHK にお金を払わない人に対してNHK はしっかりと説明し、説明しても納得いただけない方を対象に裁判しますと説明しているわけです。だから我々は納得できるような説明があるのであれば、依頼いただいた弁護士が NHK の職員の説明を聞きに行くから、対応する窓口を教えてくださいって言っても教えてくれない状態なんです。NHK が裁判する裁判すると声高に言ってますが、昨年 NHK に裁判された人ってたったの100人ですよ。100人です。もう本当に何を基準に100人にしてるのか、多い時でも800人ぐらいなんですよ。 NHK にお金を払ってない人っていうのは大体1000万人ですよ。世帯ですけどね、1000万世帯、本当はもっと多いと思いますが、たった100人とか、多い時でも800人年間訴えない、だったらこんなの払わない方が得じゃん。だって受信料を払ってる人は払っていない人の分まで払わされてるんですよ。分担金ですからね。これ電気や水道ガスのように使った分払うんじゃなくて、見る人が分担しなきゃいけないから、ちゃんと税金のように払わない人には裁判本当はしなきゃいけない。それもせずにね、弱い人からお金を取ってるから我々はそこを買い、そこに対して NHK にガンガン質問していってる。でそれでもう NHK はもうドン引きですよ。特に悪いのは NHK の営業職員、この人たちが逃げて逃げて
だから会長に我々告げ口してるんです。会長だけじゃなくて国会担当の窓口があります。 NHK にはそこの職員にも内緒でやってくるんですよ。もうね、内部のガバナンスがもうガタガタになってます。そこまで追い込んでるので、僕ももうそこまで NHK の問題に力を入れなくていいかなと思ってたんですが、皆さんにそれを知っていただくためにはやはり時間をかけてですね、安心していただく。 NHK にお金を払わなくても大丈夫です。万が一裁判になったら我々 NHK から国民を守る党が全額お支払いします。裁判費用、そして NHK から請求されている受信料全額お支払いしていきます。